はい、タケタロックチャンネル、今回はですね、トランジスタアンプの良さについてちょっと語ってみようかなと思ってます。まあ普段使っているのはこっちの、チューブアンプのですね、ボックスの VC、 ボックスのですね AC V じゃねえよな AC15C1 というやつをですね、フルチューブアンプを使ってるんですけども、まあバンドとかでですね、ジャズコーラス使うことを想定する場合があるんですよ。例えばそのスタジオ行ったら、マーシャルとかメサブギーとかチューブアンプですので、自分が管理してないのでね、なんか下手ってる場合あるんですよね、真空管が。まあそこであんまり安定的な音が出ないっていうのが一つの欠点でして、でローランドが出してるJC120 っていう、まあ日本が誇る、まあ、スタジオ常設率がほぼ 100% に近いアンプがあるんですけど、これはクリントーンがね、どこ行っても同じのが出るんですよ。まあ、それでトランジスタアンプの小型アンプで、まあ普段からセッティングを作っていけば、どこのスタジオ行っても同じセッティングで弾けちゃうっていうことができるんですよね。で、まあ、そこで僕がですね、普段使ってるっていうか、まあそのセッティングを考慮して使っているのがこのフェンダージャパンから出ていたですね、フェンダー SVD20 っていうやつがあるんですけども、というアンプがあるんですけども、まあ、これはセレッションスピーカーの、まあ、小さいやつを2発入れてるんで、2発入ってるっていうことは、まあ、つまりジャズコーラスと同じスピーカー2発のアンプなんですよね。で、まあ、さらにエフェクトループとかも後ろにあるので、背面にあるので、ここによくですね、GT6 とかね、ボスの、マルチエフェクターとか、それとか、こういうアンプシミュレーターみたいなのを、センドリターンの方の、リターン端子の方につなぎまして、まあ、ヘッドだけ違うのを入れて、プリアンプだけ違うのを入れて、要は音をほとんど作っちゃうっていうこともできちゃいます。そういうののシミュレートにも十分なります。で、さらに、もう一つポイントがありまして、まあ、実はですね、クリントーンがすごい綺麗なんですよね。本当にですね、ポリスのアンディ・サマーズがですね、ジャズコーラスを愛用していた理由は、その綺麗なクリントーンが出るからっていうんですけども、歪みにくいというか、歪まないんですよね。本当に。なので、かなり綺麗なクリントーンが、まあ、ノーマルチャンネルで作れます。一つ言うと、もうこれかなりのメリットで、僕はですね、このアンプの最大のポイントはですね、実はこの綺麗なクリントーンにあると思ってます。まあエフェクター乗りもとても良くて、まあブルースドライバーかましやったりとかするとすごくいいトーンが出ます。まあ、こんな感じのアンプなんですけども、まあでっかいフェンダーっていうロゴが入ってて、当時2000年代ぐらいかな、これ2代目なんですよ。以前使ってた、同じこのスタジオバルブドライブっていう、まあ、要はドライブチャンネルにですね、12X7、1本だけ入ってるんですよ。このシリーズのやつがね、先代のやつがあって、そっちは、酷使して潰れちゃったんで、新しいのもう一個買ったんですよね。それがま、2007、8年、ぐらいだったかな。まあ、いつやったか忘れたんですけども、当時定価でだいたい25,000-26,000円だったんで、楽器で23,000円ぐらいで買ったと思います。新品ですね。基本的に、まあ、チャンネルはもうはっきり分かりやすく、これがノーマル、左端がノーマルチャンネルで、インプットは一つだけです。
ドライブチャンネルの方はまあ、トレブル、ミドル、ベースと、まあ、普通に必要な分のイクライジングはできるようになってるんですけども、基本的にドライブチャンネル使いませんね、自分の場合は。で、キャビスタイル の変更みたいな機能が新しく追加されたんですけど、これがね、よくね、ボソボソ言うんですよね。で、まあ、普通にスモール、ラージって、まあ、これ多分、1発、いや、2発の小さい方のあれと、ラージーのはもうちょっとでかい方のあれということで、まあ12インチ2発とか、スモールはなんか8インチとかそんなんかな、いやよくわかんないですけどね。でスタックはおそらく4発スタックのあれを模したやつと思います。なのでちょっと低域が強く出ます。僕はスタックにしてます。ラージにしてたんですけど、なんかボソボソ最近言い始めてるんで、スタックにするのが一番いいのでね、もう進行管交換しようかなって思ってるんですけど、その隣に、まあ、ホンズ、まあ、すなわちヘッドホン端子がついてるんですよね。で、まあ、範囲面なんですけど、エフェクトループってない、入ってるのがですね、まあ、これちょっと見にくいかもしれませんけども、エフェクトループってなってるのがセンドリターンです。まあ、基本的にアンプインって書いてるのがこのリターン端子ですよね。ここにですね、マルチエフェクターなどをプリアンプにする場合、ここに直接突っ込めばマルチの方がいけますね。で型番です、まあ、スタジオバルブドライブの下に SVD20CE ってなってますね。これが型番です。で下にシリアルナンバーが入ってます。まあ基本的にこれフェンダージャパンが作ってるやつなんで、定格出力は 100V になってます。まあ、こんな感じで横にフットスイッチあるんですけど、まあ、これ使ったことないですね。はい。そういうわけでですね、フェンダー SVD20C、まあ、おそらくセレションスピーカーってことでしょうね。の、まあ、大体のこの話をしてきたんですけども、このアンプはですね、トランジスタなんで、フェンダーといったらやっぱりツインリバーブ。有名なフェンダーツインリバーブとか、まあ、ツインシリーズなんですけども、とかですね、まああとまあ、ブルースジュニアみたいな小型アンプのね、あとチャンプとかのようなちょっと温かみのあるクリントンっていうんですか、ああいうのをちょっとイメージするかもしれませんけど、これはね、まあ、トランジスタ特有のこのフラット感というか、どっちか言ったらジャズコーラスに近いような特性のクリントンになります。なのでスタジオでジャズコーラスを常用するというふうな人やったら、まあ今、現在のローランドの JC22 っていう、もうジャズコーラスのこの、小さいやつがですね、売られていて、まあ定格出力も、まあ、2、30ワットってとこなんだと思いますけども、小型アンプとしてこう発売されてるんで、まあジャズコーラスをね、趣味で積んでたらもうそちら買われてもいいと思うんですけども、実はね、案外これ、中古で安く売られたりするんですよ。で、クリントーン でしかも何ですか、まあ、ローランドのジャズコーラス120に近い特性で、まあ、スピーカー2発で、まあ、セレッションスピーカーってそこそこいいスピーカーが入ってるんで、っていう向きでしたらかなりおすすめできるアップです。ちょっとドライブドライブかけてみてですね、ドライブチャンネルとエフェクターとの違いをちょっとやってみましょうか。僕はね、これのドライブ、まあそんなに好きじゃないんですけども、ドライブチャンネルで2ボリュームの原因を6ぐらいまで上げて、ボリューム5くらいの状態です。
で、ミートポーストをね入れるとこんなんなんです。ちょっとミートの強いリードに向いたようなトーンが出ます。リバーバニーにしてます。チャンネルセレクトでクリーン。ブルースドライバーを踏んでいます。ブルースドライバーのセッティングは、まあ、原因が大体そうですね、2時ぐらいで、レベルは大体11時、トーンは真ん中ぐらいってことです。まあ、テレキャスターのセンターポジションで、まあ、歪ませてオーバードライブ、ブルースドライバー2を使って歪ませた場合です。これはボスのブルースドライバーなんで、ジャズコーラスとすごく相性のいいペダルです、もともと。なのでトランジスアンプをね歪ませるのにもブルースドライバー結構いいですね。これでフェンダーの、まあ、これフェンダー USA のアメリカンテレキャスターなんですけども、と繋いだりするとフェンダーフェンダーボスというね、うん、まあ、なんか一貫性ないですけど結構好きなセッティングになります。まあぶっちゃけこのアンプはですね、フェンダーであってフェンダー、うん、フェンダーであって本家フェンダーとは違うようなイメージの、まあハイのね抜けがいいんで、確かにこうジャリーンとして綺麗なトーン出ますね。真空管の入ったアンプってボリューム上げていくと自然な何ですか、軽い歪みみたいなのがねかかるんですよ。ほんまのクリーントーンってなかなか出にくいんですけど、これはね歪まないクリーンが出るので、なのでかなりですね、まあ、ジャズコーラス対策にうってつけ、まあ最近レコーディングで使ってないんですけども、まあ今度ちょっと次のアルバムでせっかくテレキャスター来たん、まあ、テレキャスター購入したんで、まあこの組み合わせで一遍撮ってみたいなって思わせるようなクリーントーンが出ます。なのでかなり見直しました。これ当時定価23,400円だと思うんですけども、かなりいいですよこれ。まあ中古とかでかなりこう流れてると思うので、安い値段でいいクリーントーンのアンプを買って、でペダルで歪ませて、ちょっとねドライブチャンネルはね若干こう嘘っぽいっていうか、なんかこれやったらいいっていうか、普通のですねブルースドライバーとかオーバードライブ3とかボスのやつとか、まあまあいろいろあるんですけどね、マクソンとかアイバリスとか、まあ歪み系で8000円以上するようなものを、まあ、8000円ぐらいするようなものを購入しとけば、そこそこいいトーンで鳴らしてくれるんでおすすめです。初心者さんにかなりおすすめの、アンプになります。僕はこのアンプかなりプッシュします。というわけで今回の竹田ロックチャンネルは、フェンダーSVT20CE というトランジスタ、まあ、バルブステート、うん、まあドライブチャンネルに1本だけ 12X7 か、まあ、プリカなんですけどねを使ってるっていうアップを紹介しました。ノーマルチャンネルはおそらくそのバルブステートにはなってないと思うので、まあ、トランジスタだと思うんで、まあジャズコーラス対策にいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。